ホセマヌエル・オチョトレーナ・サンタクルスは、スペイン・サンセバスティアン出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。ポジションはゴールキーパー。クラブレアル・マドリードの下部組織出身で、レアル・マドリード・カスティージャに登録されていた1981から82、シーズン後半にトップチームデビューした。トップチームで、 レギュラーの座を獲得するには1985から86シーズンまで待たねばならなかったが、同シーズンはリーグ戦と UEFA カップの2冠に輝いた。1986から87シーズンはセビージャ FC から移籍してきた GK フランシス・コブイヨにポジションを奪われた。1988年夏にバレンシア CF に移籍し、 1988から89シーズンには最小失点率を誇ったゴールキーパーに与えられるサモラ賞を受賞した。3シーズンの間堅実なプレーを続けたが、レアルマドリード戦で退場処分を受けると、その後バレンシア CF では2度と公式戦で出場機会を与えられなかった。1992年には CD テネリフェに移籍し、 1994から95シーズンは CD ログロニエスでプレーしたが、セグンダ・ディビシオン降格となった。1995から96シーズンは、ラシン・サンタンデールに在籍したが、1試合の出場にとどまり、1996年に現役引退した。代表1989年9月20日。 アコルーニャで行われたポーランドとの親善試合でアンドに滑されたに代わって途中出場しスペイン代表デビューを果たした。1990年にはイタリアで開催された 1990FIFA ワールドカップの出場メンバーに選ばれたが出場機会はなかった。結果的にデビュー戦が唯一の出場となった。現役を引退後はバレンシア CF と スペイン代表でゴールキーパーコーチを務め2004年7月ラファエル・ベニテスがリバプール FC の監督に就任する際にイングランドに渡った2007年7月にはリバプール FC のコーチにハビ・バレイロが就任したため自身はバレンシア CF のコーチに復帰したありがとうございます